はい、お待たせをいたしました。それでは越石東幹事長の定例会見を開始させていただきます。最初に越石幹事長の方から一言ございます。はい、もう皆さんご案内のように今日8月6日67回目の広島の日を迎えて、まあ9日には長崎の日を迎える、世界で唯一の被爆国と命をこういう惨事によって亡くなられた方々に改めて心から哀悼の誠を捧げなければならない思いでいっぱいであります。国会の方は皆さんも情報が入ったかどうか、政治生命をかけると総理自身が言った社保と税の一体改革の法案も大詰めに来て、三党合意を踏まえて、まあ、8日には自公の要求通り採決、そして法案を仕上げていくという提起を、参議院が舞台ですから池口国対委員長から脇自民党の国対委員長に申し上げました。その後の展開についてはこの問題に野党各党の皆さんがどのようにうちの提案を受け入れてくれるのか、あるいはどういう対応してくれるのか、静かに見守っていきたいと思っています。私の方からは以上です。では皆さんの方からご質問をお受けしたいと思います。はい、どうぞ。テレビ朝日の報道ステーション山口と申します。よろしくお願いします。今の点なんですけれども、自民党側は8日の採決に関しましても解散の確約がなければそもそも採決に応じられないと言ってきております。民主党としてはどう対応されるんでしょうか。まあ、改選に関わる話は解散権は皆さんもご承知の通り総理しかないわけで、それは総理が中心に考えられることではありますけれども、それをすぐにじゃあ解散をしてまいりますということには多分ならないと思ってます。はい、仮に解散という選択肢を取らなければ自民党の協力が得られませんから、総理の政治生命をかける消費税増税法案も成立しません。そうしますと政権に与える影響というのはかなり大きくなると思うんですけれども、その点はどうお考えでしょうか。なぜそういう三党合意が保護にされるのかと、その点も含めて国民の皆さんも冷静な判断をしていただけるのではないかと思っています。はい、他いかがでしょうか。はい、どうぞ。朝日新聞の田淵です。先ほどの関連なんですが、自民党はかなり強硬姿勢なんですが、一方で公明党は採決前 の、 不信任や問責にはかなり慎重な姿勢を崩しておりませんが、自民党は実際に提出できるというふうにお考えでしょうか。いや、それは田淵君、自民党に聞いてください。私が提出するんじゃないんで分かりません。いかがでしょうか。さっき手を挙げておられましたけどいいですか。はい、自民党が急速に強硬姿勢に変わってきたわけですけれども、自民党が変わってきたその背景には何があるというふうに幹事長はお感じでしょうか。それは分からないし、一概に言うことは非常に危険だと思います。はい、どうぞ。読売新聞の小坂です。
まあ、今日採決日程を提案されたんですけど、まあ、前回その20日を提案したときにですね、まあ、いろいろ選挙制度の話だとか特例公債などをまあ勘案してということなんですが、まあ、今回その8日ということに、まあ、自民党の要求にまあ降りてきたといいますか、要求を飲んだ理由についてはどのようにお説明されますでしょうか。まあ、それは私どもは理想的にはこの一体改革と同時に会から始めよう、自ら身を切るという議員定数の問題や一票の格差の問題、そういうものも、それから特例公債も91兆を上回る予算の4割はこの法案が通らないとアウトになると、もう地方公共団体も麻痺してしまうと、そういう結果は招いてはいけない、政権政党の責任として、そういうことがありますから、少なくともこの2つは目鼻をつけたいと、そういうことでお願いしてきた経過がありますから、そういう意味で社保と税の一体改革も大事だけれども、同時進行でお願いできませんか、それには20日ぐらいのものもなければその処理もできないと、そういうふうに考えましたので、そういう提案をさせていただいたと。しかし8日でなければ8日でなければということを再々言われましたので、じゃあ一つ一つ片付けていきたいということで、まず先行しているこの法案をじゃあ言われた通りに再否決していただきましょうと、こういう提案を申し上げたという経過であります。はい、どうぞ。時事通信の市川です。20日からですね、8日に採決の日程を前倒しするにあたって、首相官邸や総理とはどのようなやり取りや指示があったんでしょうか。まあ、それは市川君にいちいち説明する必要のある問題ではないと思います。きちんと連絡は取り合っております。はい、どうぞ。フジテレビの早間です。先ほどその特例公債と選挙制度についてなんですが、今後もし8日採決一体得した後、今後どのようにこの2つの法案を採決していくにあたって野党に協力を求めていくんでしょうか。いや、それは少しも変わらないでしょう。私ども民主党だけでは成立しないわけですから、ぜひご協力をお願いしますと、お願いはし続けるつもりであります。今関連ですか、今の違いますか。じゃあ、初めての方優先でいきたいですけれども、いいですか。あ、じゃあどうぞ。産経新聞の坂本です。8日採決の提案と、またその自民党が言っている解散を求めていることに関してまだ決着がついていないと思うんですが、その一つ打開する話し合いとしては、党首会談等の行うことも考えられると思うんですが、幹事長としては党首会談は行うべき、または行わない方がいいとお考えでしょうか。それはまだ言われる点で党首会談をやろうという、そういう申し出もないし、こちらから党首会談を呼びかけるということは、総理がそういう意思を持つなら別ですけど、党としてはありません。なぜならば、多分解散を確約しろとこういうお話になるでしょうから。はい、どうぞ。日経新聞の黒沼です。今のお答えに関連するんですけども、一体改革法案 の、 その成立云々と衆院解散とか、その、条件のような形でその今リンクされしているような議論になってますけども、この現状についてどういうようにお考えになりますでしょう。まあ、それは各党国会の責任として、各党がどうに捉えられるかということと、国民の皆さんがこういうものを
解散という政局絡みで三党合意もできないということになることについてどう判断されるかということは今後の問題でしょう。はい、どうぞ。報知新聞の樋口と申します。先ほど党首会談すると解散を確約しろと、まあ、言われることになるでしょうからという話があったんですけれども、解散を確約することはないと考えてもいいんでしょうか。いや、確約することはあるとかないかとかっていうのは、これはたびたび申し上げる解散権というのは総理ご自身に、これは専権事項ですから、ね、それともう一つは、今直ちに解散をするということになればどういう状況になるのかということは皆さんの方がお分かりじゃないですか。選挙制度も答えが出ていない、特例公裁の法案も通ってないという状況で、それでも解散をしなさいと国民の皆さんが判断されるのかどうか、こういうことにも関わるでしょう。はい、どうぞ。すみません、テレビ朝日の澤井です。今党首会談の予定はないということですが、この三党合意は幹事長会談というか幹事長間で、サインをして合意しているんですが、もしこれが破棄されるような今の事態で打開するために幹事長会談を改めて呼びかけることはありますか。いや、皆さんの情報からすればもう自民党さんは解散という確約が取れない限り何をやってもダメだと、こういうふうにも聞こえてくる中で幹事長会談を呼びかける必要性はあまり出てこないじゃないですか。はい、どうぞ。フリーランスのあずみです。ちょっとそのことから離れてなんですが、今期別婚されてるわけなんですけども、幹事長もですね参加されてますけども、どういうふうな意見がこれまでに出ましたでしょうか。何が意見がこれまで意見をいろいろ聞かれたみたいなんですけども、議員からどういうふうな意見が出ましたでしょうか。今この意見、この問題について、離れて、期別婚の懇談会の話ね。いや、これは広範囲にわたってますよ。この社保と一体改革の問題もあるし、原発の問題もあるし、それからあとは定数是正の問題、一票の格差、広範囲に、それから党の綱領はどうなってるのかとか、政策決定のシステムを改めていきましょうとか、大変広範囲に有意義な懇談会になってると思ってます。そのことを踏まえて明後日8日の両院総会で、その皆さんの出た意見を踏まえて、この問題はこのように進んでます、ここまで来ていますということも議論をし合おうと思っております。はい、どうぞ。たびたびすみません、その解散について大変恐縮なんですけれども、この自民党が二者択一を迫ってきている中で、例えば今もう衆議院の任期がおよそ1年ですから、そうしますと例えば数ヶ月後に解散という時期を明示して、消費税増税法案を通すという選択肢はいかがでしょうか。いや、それは私がここであんたに答えるもの、話ではないと思います。はい、どうぞ。 NHK の長谷川です。幹事長、今解散をする状況ではないとおっしゃられましたけれども、先ほどの党の役員会でも出席者からはその、まあ、今解散できる状況ではないといったような意見というのは出されましたでしょうか。もうそれは言わずもがなでしょう。だから解散しましょうなんて声は一つも出てこない。はい、はい、どうぞ。写真の田淵です。これ間もなく始まるんですが、自公以外の野党のですね、幹事長書記局長会談が、これから行われて、不信任案、
自民党とは別にですね、明日提出することを確認する方針なんですが、この不信任案をですね、社保税の採決前に衆院で採決するということはありますでしょうか。いや、それは明日の本会議も今日議運でもなくなったんじゃないですか。出てきても明日は処理できないじゃないですか。これは本会議で処理するわけでしょ。でそれとその7党の出してくる不信任案と、これからどういう形で自民党さん単独なのか自公なのかどういう形かは知れないけれども、そこから出てくる不信任案は目的が違うんじゃないですか。7党の方はこの法案はけしからんと、これを廃案にするんだと、こういう目的で出されるというふうに聞いてますけどね。それはやっぱりその不信任案の趣旨説明も当然あるだろうし、何のためにというのは、それは今後の国会対応を見なきゃわからんでしょう。今はい、他いかがでしょうか。はい、どうぞ。産経新聞の坂本です。幹事長と総理は先週金曜日にですね、国会運営等について意見交換されたと思うんですが、その今日、自民党にその20日を提案したということで、金曜日にその決断をし自民党に伝えなかった理由というか、月曜日まで持ち越した理由は何かあったんでしょうか。月曜日まで持ち越した金曜日に8日採決ということを自民党に提案することはできなかったんでしょうか。なぜ今日というタイミングで。いやいや、それは総理と私でいつ採決するなということは曜日を言って決めた覚えはないです。総理言ってるじゃないですか。幹事長と話し合った結果、この問題は柔軟に対応しましょうと、それ以上でも以下でもないわけですから、柔軟に対応してるんです。他はございませんか。よろしいですか。よろしければ本日の、どうぞ。フリーの横田はじめですけど、三党合意にですね、増税で余裕分ができたのを公共事業に回すと読める条項が入ってですね、前原政調会長は批判されてるんですが、その増税分で公共事業、自民党が言ってる10年間で200兆円の公共事業を防災でやるということに対して、越石幹事長のお考えを聞きたいんですが。もう消費税をやったら200兆余ってくるっていう、そういう話も簡単にそんなものが出てくるようじゃ大変嬉しい話だけど、それを200兆円強靭な国土形成をするんだという自民党さんの案に対してお前はどう思うのかと、久しぶりに横さん出てきて、強烈な質問してくれますけど、それは全然考えていません。はい、どうぞ。その自民党と連携して公共事業を進めるということについてはですね、越石幹事長が先駆けて去年の秋なんですが、青木幹事長、青木幹雄さんから元参議院議員から言われてですね、山陰自動車道の3事業区間を事業着手したということがありましたけども、これについてはどういうきっかけで青木幹雄さんに頼まれてですね、山陰自動車道交通量が少なくてですね、青木幹雄さんに献金している建設業者が落札しているところをわざわざ事業着手するという要請をなさったのか、そのきっかけとその理由をお聞きしたいんですが。すごい解説をしてくれるもんですね。私も今その解説を聞いて驚いてます。中身はその鳥取島根の関係者の小さいたちが私に会いたいと来た、その朝今日なんかうちの島根鳥取ですから、あれ青木さんは島根だっけだよね、青木元会長は島根ですね、うちの知事がなんかそっちの道路の関係でお願いそうだからよろしくと、こう朝電話が来たから、それをそのまま
その当日来た知事さんたちに今日この問題で青木元会長も地元のことだということで今日うちの知事はじめいくらで要請に行くからよろしく頼みますよというお話がありましたと総理伝えたんです。そしたら地元の地方紙がこの青木さんに頼まれて越井氏がその方向で働いてでこっちの道路が一歩前進んだんだと、ね、そういうふうに報道されたっつってその島根鳥取の方の県連からクレームが来たと。それで私もびっくりしてその記事を送ってみてくれと。そのことは県連の皆さんにもご説明をしたらああそんなことそれだけのことですかと。それで終わってる話であります。はい、他ございますか。はい、よろしいですか。もう今のような話がまことしやかに解説付きでそう出てくるから大変なんですね。はい、どうぞ。日経黒沼です。不信任案に関してなんですけども先ほど幹事長その7党が出そうとしている不信任案とそれから自公両党が出そうとしている不信任案というのはその、目的が違うんだという。自公が一緒に出すとは言ってる、まあ、自民党が 出そうと検討しているものとはその目的が違うんだというお話でしたけどもそうするとこれその法案と一時不再議の原則からまあ、今の現状状況に至っていると思うんですけどもこれはそのそもそもこれは2つ別な法案になるという別な不信任決議案として見なされるというお考えでしょうか。まあ、それは議運を中心にやることですから私がどうこう言うとまた問題になるでしょう。それは議運にお任せすればいいでしょう。国会運営上の問題です。はい、はい、じゃあ横田さんどうぞ。山口県知事選に関連してですね自公推薦の山本茂太郎陣営の方はですね、まあ、新井知事と中戸市長の大西さんは、山本さん国交省の OB の方が知事にならないと山陰自動車道の建設が滞ると、まあ、中戸市の田原山の道路のことなんですがそういうことを平気でおっしゃっててですね、民主党政権に変わったからそういうその国交省 OB とかですね大政党が応援する知事じゃないと道路建設が進まないというような古い政治は一掃したと思ってたんですが、こういう話が知事選の真っ最中に出るということ自体民主党政権で本当に政治が変わったのかということに対して越井幹事長の、ご見解をお聞きしたいのとあとその飯田さん、まあ、前世したと言われる飯田さんはですね、民主党と自民党が大連立実質的な大連立をして公共事業を進めるとでそれを批判されて票を伸ばしたという見方もあるんですがそれについてまあ、要は民主党が変質してコンクリートから人毛が、投げ出してですね人からコンクリートへというふうに自民党と手を組んで、路線変更したんじゃないかという批判があるんですがそれについて、率直なところをお伺いしたいんですが、まあ、結論から言えば変質はしていないつもりであります。それにいろんな言い方はあるでしょう。その選挙戦としてそれはそれでよしとしなければならないと思います。どう。読売新聞の小坂です。まあ、一体改革関連法案に関しても戻るんですけれども、まあ、実際この自民党が三党合意を破棄した場合はですね、この総理が政治生命をかけるといったまあ法案の成立が危ぶまれるというまあ事態に陥るわけで、まあ、こうしたそのまあギリギリのところまで来てしまった、まあ、その自民党のまあ路線変更が主な理由とはいえですね、この三党合意を結んでその政党間での協議で例えばその20日採決をしたとかですね、そういったことで、まあ、こうしたその総理が政治生命をかける本がこうしたギリギリの状態になってしまったということに対する反省点とかですね、これまでの自民党との協議で何か反省すべき点がなかったかどうか幹事長お考えあればお願いします。反省点はそれは三党合意というのはお互いに相手を信じ合わなきゃ合意できないでしょう。我々はあくまでも自民党さんも公明党さんもこの社保の都税の一体改革は一緒に最後までやり遂げていただけるものと確信をしていますので今でも諦めておりません。はい、大体よろしいでしょうか。時間も経過をいたしましたので、
よろしくございますね。それでは今日の越石幹事長の定例会見はこれにて終わらせていただきます。ありがとうございました。